きいやつ大きい2個目ですか失礼します。午後3時ごろ道庁を訪れた女子やり投げの北口選手、今シーズン輝かしい成績を残したことが評価され、鈴木知事から栄誉を称えての賞状が贈られました。予選こちらいただいていいですか。昨年は銅メダルだったんですけど、今年は金メダルを持ってさらにダイヤモンドのトロフィーを持って北海道に帰ってこれたことがすごく嬉しいですし、パリに臨んでまた金メダルを持ってここに帰ってこれるように頑張りたいなというふうに思います。お願いします。北口選手は8月の世界選手権で日本人初の優勝を成し遂げたほか、先月行われたダイヤモンドリーグファイナルでも優勝し、日本人選手初の年間チャンピオンに輝きました。北口選手はトレードマークの笑顔でシーズンを振り返っていました。本当にこの2年間は魔法にかかっているような、そんな2シーズンを送ることができているかなというふうに思ってます。日本の中でもより応援してくださっている方々だと思っているので、すごく今から地元にも帰るんですけど、とても楽しみですし、いつか恩返しができればいいなというふうに思います。